皆さんこんにちは、パチラン編集長のしおぽんです。毎週日曜日の日替わりラジオは私しおぽんの一人語りということで、今回はですね5月のマンスリーデータを、お話ししていこうかなと思います。もう何度か話していますけれど、5月は絶好調で終えまして、トータル収支はプラス11万500円という結果になりました。実に去年の9月以来ですか、8ヶ月ぶりの月トータル収支プラス10万円という結果になりました。甘デジでコツコツ勝ち続けたっていうのがあって、実践データを集計するまでは甘デジが勝ち機種ランキングに入るのかななんて思っていたんですが、集計してみたところ、勝ち機種1位はエヴァンゲリオンでしたね。 2.5 パチで打ったエヴァがプラス3万4500円で1位、2位に、パワフルありましたね。パワフルで2万6500円、こちらが2位。そして3位が、ガールフレンドカッコカリと日暮らしの、つぼみの方で1万9500円。勝ち機種はこの、4機種ですねがベスト3にランクインしました。ワースト機種、逆に勝てなかった機種ですね、コードギアスがマイナス8000円で1位。2位が最近全く当たりを引けなくなってしまった新7つの大罪、こちらがマイナス4000円。3位が劣化の炎3のアマデジ3500円の負け。こんな感じの結果になりました。先週の時点で収支はまだプラス10万円には届いていなくて、このまま打たずに9万円ほどのプラスで終えようか、それともプラス10万を狙おうかなんて話をしたとは思うんですけれども、プラス10万の方を目指してみようかなと思って、5月の最後の実戦ですね。まあ負けてもいいから、収支的にももう安定はしていたので、好きな棋士を思う存分打とうと思って打ったのがガールフレンドカッコカリーだったんですよね。僕のブログなんかではちょくちょく出てくるこの棋士ですけれども、よく出てくるのはアマデジの方だったと思うんですけれども、今回のガールフレンドカッコカリーはライトミトルの方ですね。まだこの台が4パチで打てるっていうのが結構貴重なのかもしれないんですけれども、この日の実戦はうまくいきました。3500円で当たって11連チャンしてくれましたね。6500発。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。